はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーセイバーガシャポンワンダーライドブック07です。はい、今回は全6種類でトライケルベロスとブレーメン、さらに伝説ワンダーライドブックの月の姫カグヤンがラインナップされてて、そのノーマル3プラスレアメッキが3なんですけど、トライケルベロスとさカグヤンが両方とも似たようなイエローカラーなので、いつもカプセルが出た瞬間にどれかっていうのが分かるんだけど、これねマジ分かんない。ガシャマシンの前でねずっと悩んでた。多分違う色のはずなので、パープルのこちらも合わせて3つ一気に開封しましょう。このパープルはどう見てもブレーメンのロックバンドですから、そうですね、問題ないんだけど、こんなさそっくりすぎる色を同じラインナップに入れないでほしい。これトライケルベロスね、はっきりくっきりとしたイエローカラーで、デラックスと同じような感じですが、カグヤンか、わかんない、開けてもわかんないよ。どう、ちょっと待って、シールどうなってる。おー、あぶねー、よかった、シール見るまでわかんないよこれ。あー、でもこうやって並べると薄いのか、カグヤンの方が。でもこのちょっとこの先っぽの方だけイエローが見える感じのカプセル状態では、どっちがどっちだか全くわかんない。ダブルでケルベロスだったらどうしようと思ったけど、一安心。っていうか最近メッキパーツ全然出ませんね。これも要は昔話ってことだよね。伝説13冊は基本昔話多めで、そこからあとはもも裏金で専用のサウンドが鳴るっていう風に書いてあったもんね。とりあえずこれも多分ガシャポンでしか出ないっぽいので、僕みたいに伝説13冊をコンプするつもりの人は集めていく必要がありますね。食玩でも後日でも出たりするのかな。ワンダーライドブック図書館にどういう風に発売するかっていうのが書いてありますから、それは下にリンク貼っておきますので。ほんと鬼のようなスピードでコレクタブル化されますね。はい、これで完成。今回もノーマル3つでメッキバージョンは出ませんでした。ではそれぞれ確認しましょう。まずは月の姫カグヤン、全体ぐるりと見回すとこうで、クリーム色のようなイエローカラーで、かぐや姫モチーフで、屋敷から月を見るかぐや姫がいて、で下側のボタン、これでワンタッチ変形しますので、物語枠でストーリーページはなくて、変身ページは要は竹取物語らしく、後ろが竹になってて、月とかぐや姫の羽織物的な和風テイストな左腕になってますね。へえ。で、もちろんボタンに連動したサウンドになりませんが、公式ページを見ると、とある竹から現れた月夜に輝く麗しき姫君。もしデラックス版があれば、このようなサウンドが鳴るんですよね。というか、公式サイトにセリフ書くんだったら、デラックスで伝説ぐらいは、発売して欲しかったっすよね。そして同じイエロー系のトライケルベロスと比べるとカラーはこんな風な違いで、これは最近デラックスが発売されましたから、コレクタブルとデラックス比べても色ほとんど変わんないっすね。で、こちらワンプッシュオープンで、はい、展開状態はエスパーダのブックになりますので、エスパーダと右腕はケルベロスの3頭の頭がある右腕のアーマー状態になってますね。そしてブレーメンのロックバンドは濃いめのパープルで、デラックス版と比べてもほんと変わんないな。で、ワンプッシュオープンすると、ブレーメンの音楽隊たちの動物と楽器モチーフが融合したようなデザインに変化してますね。相変わらずこのワンプッシュ変形は非常にスムーズ。じゃあまずは月の姫カグヤンをセットしてサウンド聞きましょう。やっぱり予想通り
昔話音声で、やっぱ伝説関連は桃浦金以外は、大体そのテイストなのかな。なので、トリガー必殺でも、って感じで、かぐやんとか言わずに、とある物語ですね。なので、昔話系を2冊差し込むことで、って感じで昔話系のサウンドが2冊3冊と変化していくような形ですね。もうオールドストーリーもいつの間にか充実しましたね。もう本当いつも通り。あとはイエロー系ってことで、ビジュアル的にはエスパーダ関連と相性が良さそう。ほら同じ黄色でも全然違うもんね。というようなワンダーライダー共通サウンドですが、やっぱ色味的にもビジュアル的にもなかなかいい感じですね。それではトライケルベロス行きましょう。新十枠ですから左にセット。はい、雷鳴拳イカズチが交わる時で、エスパーダ専用セリフが鳴りますね。で、プッシュ必殺は鳴りませんが、抜刀。必殺だったりとか、リード必殺も OK と。そしてこれで3種類ともコレクタブル関連が揃いましたので、デラックスが一切入らなくてもワンダーコンボを楽しむことができます。相変わらず豪華だね、ワンダーコンボは必殺音が。しっかりとそれぞれの個別音声が鳴りますね。そしてここでヘッジホッグを抜いて、アランジーナとケルベロスの2冊でも2冊変身音になりますね。はい、新たな専用音声来た。この辺はデラックスでもなりましたね。必殺ドクター
ではさらにブレーメンでスラッシュフォームチェンジ銃モードに変形してセット。ここのセットの感触とかはほんとデラックスと変わりませんね。すごいガチャッとハマる。そして変身。って感じでバッチリ変身を鳴らすことができますが、前も言いましたけど、デラックスと違って、デラックスは、ブレーメンのロックバンドで効果音が入って、途中からこっちから変身音が鳴りますので、隙間がないんだけど、その隙間が、本体側から音が鳴りませんから、隙間ができちゃいますね。ここ。この部分ね。あとは必殺も鳴らすことができますが、ここも音の隙間が。本来だと、って感じで続いてイエーイなんだけどね。とはいえサウンドは同じです。あとは普通に剣モードでセットしても OK と。てか変形音ならなかった。これね、楽しいよ、鈴音。トーマがブレイブドラゴンと組み合わせて使ってましたから、要はこういうような組み合わせで本編で使用されるってわけですよね。ていうかこれでトーマも性格が変わったりするのかな。うん、普通にワンダーライダーだね。ただライダーの組み合わせの見た目はいい感じに予告通り。はい、ということでガシャポンワンダーライドブック07を紹介しました。順調に伝説ワンダーライドブックも揃いつつありますが、来月までに全部揃いそうな感じですよね。そして最近本編でバンバン使われてるブレーメンだったりとかトライケルベロスも早速コレクタブル化してますので、気になった人はガシャポンを回しに行きましょう。以上仮面ライダーセイバーガシャポンワンダーライドブック07の紹介でした。